チャンパ王国、チャンパ王国、192年から1832年は、ベトナム中部沿海地方、北中部及び南中部を合わせた地域に存在した、オーストロネシア語族を中心とする王国。その主要住民のコチャム人は、今日のベトナム中部南端に住むチャム族の直接の祖先とされる。中国では東大までリンユーと呼び、一時間王国と自称したが、 壮大以降は、戦場と呼んだ。考古学の知見によれば、紀元前の数世紀に、ベトナム中部北端では、青銅器に代表される、ドンソン文化が栄えたが、中部宴会、中部南端では、鉄器が、中心の、紀元前千年から200年、砂木文化が広がっていた。サフィン文化の遺跡から発見される遺物には、台湾、フィリピンや大西部と、 共通するものが多く、マレー系海洋民族であるコチャム人、チャンパ人の意向ではないとされる。チャンパ王国の歴史は、中国史料、チャンパ碑文、チャムシャフォンに記録されている。チャンパ碑文にはコチャム語を、インド系文字で記録したものと、サンスクリットで書かれたものがある。チャム語は、オーストロネシア語族の一つで、現在のアチェ語に近い言語である。中国史料によれば、 西暦192年、菅の最南端、日南軍造林県、北、中部、玄府へ付近で、高層という管理であった、クレンというものが反乱を起こし、を立てた。日南軍を滅ぼした、林友国は、中国南朝に朝貢を繰り返し当初は、中国文化の影響を受けていたが、間もなく、ベトナム南部からカンボジアにかけて存在した、公益国家不難の影響を受け、 ヒンドゥー文明を授容した。中国経由で日本に渡来した林ッツテ哲が伝えたチャンパの舞踊は林優学として今日まで画学の中に伝承されている。ベトナム南部カンボジアで不南国が衰え新竜国が没降した7世紀初頭、林優国でも政変があり戦場国チャンパが出現した。戦場という看護国語はサンスクリットのチャンパながら 占いバージョンの鬼役、省略である。ミーソン聖域に現存する秘文によれば、神を戦場の両王家は共に、マハーバーラタに描かれたで負けた、インドのカウラは、クル族側で生き残った武将アシュバッターマンの子孫である。チャンパは、占いバーバナすなわちキバナ、プルミリアのイであり、カンボジアと同様にかつてきた、インドにあった、国家、都市の名前である。 ビジャや王朝時代の碑文によれば、チャンパの国語とその都名は、同一、チャンパーながらまたはながらチャンパーであり、同時代の中国資料でも戦場国のとはであると、記されている。なお、チャム写本では、国語はヌガルチャムである。また、俗日本気に見える、検討手法岩、ヘグリヒロナリが8世紀に漂流した、コンロン国は、チャンパ王国と交渉されている。 中国は東大までおおむね現在のベトナム北部を領有しており、チャンパ王国はしばしばこれを略奪し、また南朝、隋の侵攻を受けた。10世紀にベトナム北部の黄河流域を中心に、ベト族が大越国を建てると、チャンパは東、南中部の北端のアマラーバティ州、ゲンダナン、クアンナム省から、南中部の南端のビジャヤ州、ン、クンガイ省、 ビンディン賞に移した戦場ビジャや王朝。現存するチャムシャフォン、チャム王ケ年代記は、この戦都の年、西暦千年を建国の年とする。11世紀以降、ビジャや王朝は、ベトナム北部の大腰及びカンボジアの新郎、アンコールワサと、しばしば戦争を行った。一時はアンコールワサに占領されたこともあり、アンコール遺跡には有名な、 チャンパ人兵士の浮き彫りが残されている。ビジャヤ王朝は13世紀には元のクビライの信仰ともを受けた。この頃にはマルコポーロなど難解を公開したヨーロッパ人の記録にもチャンパ王国が登場する。現行撃退の過程で、チンコードーラ、大越チン朝チの軍勢と連携、白富士号の戦いしたチャンパ王、ジャヤシンハバルマン三世、聖アキラともは和平後に、 新人僧の王女、陳栄僧の妹をめとり、大越チャンパの蜜月時代を醸成して、いきない平和に貢献した。しかし、花嫁大将として、ジャヤ・シンハバルマン三世が大越に、北、中部、佐藤州、現、クアン・ビン省、クアン・チ省、トゥアティエンイコール、笛省を活用したことは、将来に、領土紛争の過根を残した。ジャヤ・シンハバルマン三世の死後は、大越 チャンパの構想が再燃し、チャンパ王政用モギガは、大越鎮長の土省流を2回にわたり合略し、鎮栄僧が廃止して、鎮長の権威が失墜すると、古希により、定位を散脱され大恐れ古帳が建設された。1390年には、チャンパ王政用モギガも、ラガイ、在位。1390年から1400年が、古帳に内通する裏切りで死去し定位が散脱された。 この混乱期のチャンパ王国に、1391年から、ティムール朝の首都サマルカンド出身のスーフィーが訪れ、ラガイの娘と結婚した。1400年、ラガイが死去すると、トモエテキリがチャンパ王の定位に就いた。1402年、コアサジ、ヨコーテイ、コカンアオが逆襲して、チャンパの塔を占領したが、トモエテキリが民に救援を求めたため、両国の構想は、 民の永楽三角の干渉戦争、名、大恐れ戦争を招くところとなり、1404年に、マウラナマリーク・イブラヒームは、ジャワ島のマジャパヒ島王国に亡命し、その一族は、バリサンガと呼ばれるようになった。1407年までに、大恐れ誇張は滅亡。1407年から1427年。1408年に、ともは、民の帝は艦隊の訪問を、 クイニョンで受け艦隊している。テイワは、マジャパヒト王国のスラバヤへも寄港している。1418年から1428年、アイヤマ放棄。大越霊長、ハジム初朝のハジムリによる、民軍撃退後、チャンパは、南中部の、戦場ジョウ、ドハン、ゲン、クアン外省、ビンディン省と中部南端の、ヒン、ドリュウ、ハンカゴ、ゲンリントゥアンビントゥアン省に分裂する形で、 再考された。チャムシャホ本のチャム王家年代記は1433年に再考されたパーングランガ王朝の系譜だけを記している。ビジャヤ王朝は1471年にハジム聖州の申請によって崩壊し、そのこちであったアマラーバティ州、ビジャヤ州は大腰に併合され、チャンパ王国の政党は中部南端のパーングランガ王朝を移った。この時、ビジャヤ王ハンラチャゼンが 彼の息子、シャーパウリン、後のアチェの統治へと送り出したのが、アチェ王国の始まりである。ビジャヤ王朝の北端であった、ウリク州は、1306年に、王子国に割上されて以後、サト州と漢字表記され、さらに、淳カ州、淳州、カ州と解消、分割された。現在のベトナムも地名笛はバケ州、フエちゃう、ホアチャウに由来する。 カラス州金録、養分安泉、1543年、現存のものは18世紀から19世紀に大幅に、過失によれば、旧陸州には、もともとここに住んでいた、チャム貴族に加えて、チャンパ国内の清掃に敗れた、貴族層が続々と亡命した。土里人、里州土着民と呼ばれた、チャム系の貴族、住民は沈潮に徴用さて忠義を尽くし、 古町の三月や民のベトナム侵略に際しては、ハンタケシラチンの土里人土豪が激しく抵抗した。土里人の名家であるチェーケ、聖子は、今も、笛の東に住む。大越霊長、はじむ中高長が、ビジャヤ王朝を滅ぼして、チャンパの丘陵を併合し、今のベトナム中部全域を支配すると、旧陸州は、中部行政の中心となった。霊長は、 チャンパ制服後まもなく、三脱によりな、朝にとって変わられたが、霊長温子の重心である帝氏と元子の連合による抵抗を受けて内戦状態に陥っていた南北朝時代。後に帝氏と元子の間に、月ができると、元子の若や鳥取の元、千王、大祖は半ば追われるように、旧陸州に南下し、反独立政権を立てた。 旧陸州に成立した原始政権を、霊長の漢文史料は、南川国と呼び、中国の名、清は江南国と呼び、茶無族は宇陸国と呼び、鹿は広南、原始と呼ぶ。江南原始は、形式上は1774年の滅亡まで、霊長の家臣であり、南川国は、正式には、大越国、はじむ中高朝の南半分である。 北半分の北側国は別の大貴族、帝氏が支配。広南、元氏は1611年以後南進して、パーンドランが王朝の領土を急速に侵食し、1693年に、江南元氏明王の武将源有鏡がパーンドランが、を征服して、純情鎮と解消した。純情鎮は、広南に併合されて、一旦自治を失ったが、間もなく、 チャム人貴族のオクニゃだッと、ヤキバタツが、新人阿ンの火星を得て、パーアングランが中流元軍を各地で撃破し、包囲した。明王は、カンボジア中流、元軍を呼び戻して、チャム軍を打ち破るとともに講和を図り、1694年末に、チャム王家のポーシャクティライダパティー、次ババコによる王家再興を認めた。また、明王は1712年に、 順序を守るとの間に、規定五条を結び、パンランドニントアンショーファンラン、クロンドビントアンショーリエンフオン、パリクドビントアンショーファンリ、パジャイドビントゥアンショーフォーハイ、ファンティエトの四つの道における、チャム王の広範な自治権を認めた。広南、元首は1760年代に政治が乱れ、1773年に、西山県で、西山元首。 西山町が起こった。1774年、江南元氏は南下してきた帝子、帝子東京国と北上してきた西山元氏に攻撃されて、都の笛を打ち取れ、一旦滅亡した。1777年以後、生き残りの大次元福栄、後の吉高帝が、広南元氏の最高のための兵を募り、1802年まで広南、 原子と西山原子の間で生産な内戦が続いた。1794年以後、純情鎮のチャム人貴族は、元福永に仕えて、西山原子討伐で活躍する武将ジェイクレイブレー、原文飯、ポーラドワンダパグー、原文号、ポーチョンチョン、原文ぶり、ポークラントゥー、原文エーラを排出した。越南元朝初期には、吉高三角の工具を得て、 純情鎮による自治は、最盛期を迎え、純情鎮手のひら、木、チャム王は、中部高原南方の山岳民族を、ことごとく支配下に置いた。しかし、1832年、明、命三角の中央集権化方針により純情鎮、パーアングランがガ王朝は、ついに断絶され、旧オッポフォクター、原文章は、ハジムブン、レバン、コイノラン、南部大反乱に連座したで、 極刑、領地に所された。自治回復を求める貴族と山岳民族の放棄、ラホン王の乱も1835年までに鎮圧された。チャム族は13世紀頃からイスラム教を授業し、現在はベトナムやカンボジアの少数民族として存続している。近代のチャム人独立運動として、ベトナム戦争中の1963年にフルロ、 ベトナムカボジア非翼厚諸民族闘争統一戦線、中部高原方面軍、イーバムエニオル議長、エデ族が樹立したチャンパコーチ臨時政府がある。フルロ中部高原方面軍本体は1969年に、南ベトナム大統領軍延番中に投降し、イーバム議長も1975年に、ポルポト派に殺害されたが、 中部高原方面軍カンボジア残存部隊のペンハンは1992年に国連カンボジア暫定統治機構事務総長アカシアス氏に投稿するまでベトナム残存部隊のトゥーニット・電話は1995年にベトナム社会主義共和国国家主席レイドクワイン投稿するまで20年にわたりゲリラ戦を継続した。コチャム人は優れた航海技術を持ち 戦場国及びその南隣の俗国ウパンドランが、頻度流国は、公易国家としても繁栄した。中国に来航するイスラム商船にとって、チャンパ・パンドランが重要な気候地であり、チャンパ産の人口は、主因船貿易においても重要な、交易品目であった。焦燥院に所蔵されている香木ランジャー町は、9世紀頃、チャンパから日本に持ち込まれたと考えられ、 徳川家康がチャンパ王に当てた人口を求める新書も残っている。また、14世紀から15世紀にかけて公益国家として繁栄した琉球王国はチャンパと通行関係があった歴代法案。17世紀前半に活躍した日本の主因船はしばしばチャンパを渡航先に選んでいるが、これはチャンパの物産が目的というより、明は日本船の来航を禁止していたため、 中国商船との出会い貿易の場とて、衆院船貿易に利用されたためである。パーン・デュランガは、俗国とはいえ固有の王、微老族をいただいていた。また、その国王ははくれも意味すると同時に、振を戦場の祖先であるクル族に敵対した、パーン・ジュ族を意味し、新郎を戦場、大越、高南の侵略をよく防いで、 1832年まで自治を貫徹した。インド文化を授業したチャンパでは、レンガ作りのヒンドゥー寺院や仏教寺院が混流された。世界遺産になった、フォンニャ道、ミーソン聖域をはじめ、チャキエウ城、チャキョ古城、ドンズオンフッツイン、キリヨウコ島など、中部宴会、中部南端、中部高原など、中部全域に、チャンパイ石、戦場古島が分布し、 ドンナイガー上流のカッティエン聖域、バタウリンカ聖域、ラムドン省もチャンパイ跡と考えられる。中部宴会のチャンパイ跡は廃墟であるが、中部高原のヤンプロン島、ヤンムム島などの遺跡は近代まで、ジャライ族の重要な採取の場であった。また、チャム族、ラグライ族、産地チャム人が多く暮らしている。中部南端では、カインホア小ニャチャン市内のボーヌガル島、ンイヤナホコラ、 ニン,トゥアンショーファン反乱郊外のポーロメ島、厚コ島、ポークロンガライ島、トクジン湖島、ヤンバクラン島、ワライ湖島、ビンクファ反リ郊外のポーダム島、ガクチ湖島、ファンティエ都市内のポーシャーヌー島、シキカナウ湖島などのヤンパイ石で、現在もヒンドゥとイスラームが集合した祭祀が続けられている。南中部のクアンラム省に残るヒンドゥー教遺跡、ミーソンは、 20世紀初め以来フランス極東学院のパルマンチェアクレー、ポーランド文化財保護アトリエのカジミエシュクビアコフスキ、ラニより修復、保存、補強工事が続けられ、1999年、ミーソン聖域としてユネスコ世界遺産に登録された。2005年には日本の国際協力機構の技術協力でミーソン遺跡展示館が作られた。チャンパ王国の歴史研究は、 仏領インドシナ時代に、フランス人学者によって宣弁がつけられ、エーモニエ、カバトン、デューラン、ミュースによる、写本研究、フィノー、マジュムダール、クロード・ジャック、石澤義明による、気文研究がなされ、マスペロ、オルソー、表昌、ヒトシ、杉本直次郎、山本達郎による、中国資料研究がなされた。現在は、フランス極東学院のポーダルマー、チャムジンを中心に、 パリ外国宣教会の無制、インドネシアミナンカバウ教区神父、ベトナム国内の隊員ファン、ホーチミン市大学人類学士、チャム人、ン、酒屋、ミントアンショーチャム文化研究センター研究員、チャム人により、チャム写本の保存、共有事業が進められている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。